はい。どうも、サトチュンチャンネルでございます。え今回はですねえ、スマートフォンがお財布代わりに使えるメリットについて、今、やっとサトチュンは気づきましたよというお話です。今更かーいっていう話でね、はい。ちょっとお話ししたいと思います。そしてですね、このスマートフォンがお財布代わりになるよって言われても、ピンとこない人がね、 やっぱり世の中にいるんだと。私を含めて。あ、こういうことかと。えー、いうことでですね、ちょっとお話ししたいと思います。まあ、お財布ですね。えー、私ですね、これあの、えー、今日まで、まあ。今日動画を撮ってるのはね、2022年2月13日です。まあ、公開するのはちょっとまだ先になると思うんですけども。はい。今日までね、お財布を持っておりました。はい。明日から多分ね、 まあ、あんまり持たなくなるのかなどうなのかなうん。レシートとかあるからね。どうなるかわかんないんだけど。はい。あの、ダイソーで買ってきた300円の長財布を愛用してます。まあ、この中には、ちょっと見せれるかなまあまあ、まあまあ、ここララララごめんなさい。<laughs> ちょっと待って。まあこ、こ、こ、こんな感じでですね。まあ、現金であったり、カード、会員証。まあ、あとね、タッチペンも入ってないね。タッチペンとか、 サプリメントとかお薬とかもね、入ってますし、つまようじも入ってんだね。<laughs> つまようじも入ってる。まあ、レシート入れとかね。うん。なんかこんなものがこうやって入ってます。小銭とかね。まあこれ、前まではね、折りたたみ財布だったんだけど、今は、あの、なんていうの、バッグ担ぐようになったから、あの、これ、長財布にしてますが。いやー、これでいいじゃんってことに気がつきました。やっと、やっと。<laughs> ああ、今まで俺は何をしてたんだ。はい。あのですね、要は、あの、なんかこう、お財布形態に対応してなきゃいけないとかさ、なんかそういうふうに思ってたんですよね。でもさ、よくよく考えたら、あの、ペイペイとかさ、楽天ペイとか、あと楽天ポイントカードとか、これ楽天のクレジット機能がついてたらいいんだけど、それはないんだよね。まあ、それがさ、 だってスマホに表示できるじゃん。バーコードとかさ。ちょっと楽天ペイ開くか。そうだよ。だから楽天キャッシュとかが使えるじゃん。あ、あるじゃん。楽天キャッシュのお金。この中に。入ってる、入ってる。ちょっと番号は見せれませんけど、はい。ポイントは2100ポイント。見せれない。<laughs> 見せれないね。ここ個人情報も,もろがすよね。ポイントが2101円。1ポイント。まあ、1円だよね。 で、楽天キャッシュは1051円分入ってるという。使えるじゃん。このバーコード見せればいいんでしょお店に行って。で、ピッてやるわけでしょお支払い元に楽天カードってあるんだけど、これでね、カードが使えたらいいんだよね。できないのかなできたらいいね。あ、お支払い設定すればいいのか。あ、できんのか。 お前できんじゃないのこれまさか。どうなんだろうちょっとね、楽天、楽天ペイで使えんのかな <laughs> ちょっとごめんなさい。<laughs> 知ってたら教えてください。チン快速さん。<laughs> いや、どうなんだろうね。ちょっとこう、こうカードと紐づいてたから、あのいけるかもしんないね。うん。ってことですよ。だから、スイカとかみたいな感じで、まあ、 ペイペイとかだったらチャージすりゃいいんだよね。チャージして、この中に入れといて、まあ、ポイントもゲットして、払えばいいんだよ。スマホ1個で。というのは、なんかほら、パッと出かけるときに、スマホだけ持ってくじゃん。で、まあ、あの、えっ、ー、と、財布は、なんかちょっと、めんどくせえから置いてくか、みたいなね。ポケットにスマホペット入れて、これ一丁で、あの、外出るときに、なんかコンビニとか、寄ったときにね、あの、なんかこう、 あの、パッとこう、買い物できるっていう安心感こう、現金、買うわけじゃないんだよ。買うだけではなかったとしても、やっぱり万が一、なんかあった時の安心感があるじゃん。ね。いや、だからこれだよだ。だからそういう安心感があるからこれだよって話だよ。だからみんな便利って言ってるんだよ。今気づいた。ああ、俺は今まで何をやってたんだ。<laughs> はあ そうですか。そうですか。みんな、みんなさ、寄ってたかってさ、教えてよ。<laughs> ってことですね。はい。<laughs> いや、みんなもうやってるよお前は今更何を言ってるんだ何をガジェットレビューなんかしてんだ、この野郎、みたいな感じで、まあ、言われてると思いますが、私は全くそういうことは気にしませんのでね。<laughs>